伸び悩みですね。10件目から死ぬ可能性ありますよ。はい、お腹いっぱいなんて言わないでくださいね。スペシャルバーガーサムライイーティングバージョンのね。おお、そうだった。じゃあ行ってもらいましょうか。いただきまーす。おおおおお。そうなんですよ。ね、何も言わなくても目のそったらこのサイトが出てきます。失礼します。お待たせしました。待てないですよ。ありがとうございます。じゃあ本日最後のイーティングですね。大丈夫？遅刻とかしてないみんな大丈夫？いや、今日集合3時で今3時3分です。やっぱさ、そこば回れっていうじゃん。人生楽あら苦もあるっていうか、あのディスってるわけじゃないんだけど、やっぱね、シマンチュの魂よね。絶対つかないだろこれ。すいません、ごめんなさい。遅刻しました。星が見える。え、今日どんな感じであれですか？ちょっと、あ、すいません、おっぱい、おっぱい、おっぱい。今日は磯人さんに行って、八竜さんに行って、遊び場さんに行くっていう流れを、ね、うん、トシさん組んでくれたので、はい、ありがとうございます。顔でお世話になった。はい、はい、はい。ちょっとご挨拶がてら、ちょっと、ここをね、盛り上げるという意味を含め、よろしくお願いします。ここが盛り上げるんです、今回は。ここが、もっかり盛り上げましょう。最初、味噌人さん。うわー、味噌人さん行きたいけど行きたくないっすね。ちょっと、あの、めちゃくちゃ美味しいんですけど、店主マジめんどくさいんですよ。1軒目から死ぬ可能性ありますよ。じゃあ3店舗回ってこれをしながら美味しいメニュー食べるぞ。絶対お腹いっぱいなんて言わないでください。怖い怖い振りはありましたけどもね。はい、じゃあちょっと、はい、行ってみましょうか。じゃあもう茨城県結城市にございます。こちら味噌人さんの、店主の業務さんでございます。おかみでございます。よろしくお願いします。お願いします。チャーハンをね、はい、はい、普通じゃないから出てくる。トシさんのハグをありがとうと受け止められちゃうし。ありがたい、ありがたい。なかなかハグしてくれない。10人中引っかかる1人ぐらい。ちなみにね、先に言っちゃいますけど、さっきも社内で言ったんですけど、はい、グッドもかけるし、あのグッズこの辺に今多分出てると思うんで、ぜひそちらのチェックしてください。ありがとうございます。はい、あの通販でね、はい、頼みますんで、はい、あ、通販であるんですね。頼みます、頼みます。はい、行、はい、きます、はい、じゃあ中行きますか。はい、ではお願いします。スタート。ありがとうございます。やっぱ多分めんどくさいな。ということで到着しましたね、味噌人さん。よありがとうございます。覚悟を決めましょう。じゃあ早速行きましょうか。はい、いただきます。いただきます。ご飯なさい、ご飯なさい、ご飯なさい、ご飯なさい。じゃあ早速行きますね。オーナー、こやつです。味噌だれで、こやつです。じゃあもう味噌だれにつけていっちゃうか。最初これでいこうかな。おお、うまっ。野菜ぎっちりなんですね、餃子。そうですね。野菜の甘みがすっげえや。皮も結構厚めでもちっとしてて、味噌だれで。うまっ。うまい。いただきまーす。チャーハン。はーい。本格チャーハン来ましたね。チャーハン開ける。本格チャーハン。はい、ありがとうございます。うわ、おいしい。はい、すいません。うん、これが味噌しんちゃう。うん、嬉しい、バター。うん、いいよ。
今気づいた。めちゃ美味しい。サクサクで、なんかめちゃめちゃ柔らかい。唐揚げめっちゃ美味しいですよ。麦が入ってるんですもんね。いただきます。麦とろ熱いっすよ、結構。美味しいでしょ。うん、うん、食感が俺も美味しい。本当に分かりやすい作品は。これも遅すぎて、これポテトチップスみたい。マジマジで、本当に、じゃあスナック感があるんですね。うん、唐揚げでそのね、テンポが分かるじゃん。全然違うじゃん、唐揚げね、うん、肉がめちゃくちゃ柔らかいわ。ちょっといただきます。うん、もうさじきさんが言ったそのスナック感が分かりますでしょ。うんと、で、なんかすっごい上手ですね。茨城で8位のチャーハン。すみません、あ、いまみさん。はい、北海味噌、ごま味噌です。あ、ごま味噌、これが北海味噌です。はい、味噌です。8丁来ましたよ。8丁味噌です。あ、でも後で分かるか、さすがに家で。こちらがチャーハン超うまい。あともう一個含んで、いただきましょうか。これでオールですか。いや、まだ。これが最強味噌だ。お願いします。はい、どう？やばいでしょ。やばいでしょ。最強味噌のラーメン初めて食べたんですけど、やばいでしょ。甘さとなんかその塩味のバランスがしっかりとって、うまいよ。これ多分一番好きよ。他のはあんま食べたことない。うまっ。あげないけどね。ラーメンはね、一人一杯で。一人一杯ですからね。あ、麺ちょっと太めなんですね。卵麺ですか。そうだね。いただきます。伸びない麺ですね。伸びづらい。あ、いい顔しますね。お腹が向けなくたっていいよ、本当に。そういうことですね。毎朝食べれる。あー、そう、朝に、朝にだと味噌汁的な。僕は九州豚骨いっちゃいますね。豚骨で味噌って初めてです。いただきます。うまっ。豚骨感じますか。ある、味噌もある。どっちもあるし、あの、お互いがお互いを引き立ててる。麺いきます。太めで。麺は同じですか。おそらく同じですね。一緒です。うん、美味しい。つるもち、つるもち、つるつる、食べ応え満点。味噌にやっぱこのガッツリとした味噌に負けないですね、麺が。これ八丁ださ。八丁。手八丁。手八丁。いただきます。ください。どうですかこれ。すごい。匂いがね。いただきます。死者蘇生。本当に美味しいですよ。やったぜ、ロシア。あー、うまいですよ、これ。これ、帰り教えてもらおう。でもやっぱり癖がありますね。八丁だと。いただきます。家川さん、いただきます。うん。これは最強だ。八丁なのに最強だ。チャラチャーテレテー。さあ、ケンちゃんがお粥をいただきます。黒ごまが若干浮いてます。お、はいはい、いっちゃってください。はい、あ、うん、うん、コクがすごい深いです。コクが深い、うん、へー。若干酸味もありますね。酸味、これはおそらくあの味噌人さんの中で本当世の中の王道と言われてる味噌ラーメンっていい説明がありましたけど、かなり食べ馴染みのある味というか。あ、いいっすね。ラーメン似合うな。なんか見てるこっちが幸せな気持ちになる。
ちゃいますね。合うでしょ。本当に来た、本当に来た、本当に来た。マーボー豆腐恥ずかしがり屋なんで、ね、そうなんです。裏メニュー、うん、あのまかないメニューです。うちで働かないと食べられない。中まで来ると食べてる。おーい、完食したんだよ。おー、すごい。次行きます。これマジで食えるんですよ。これがごま味噌ラーメンですね。はい、これするんですよね。はい、上にあの酸っぱい油をかけて召し上がってください。直前に振った方がごまの風味が高いんで、はい、お客さんに振っていただいてます。イエス。全然違う。さっきの最強と全然違うんですね。仙台ですね。仙台味噌。仙台味噌。長野の信州味噌をブレンドしてます。辛口。辛口ですね。そうですね。後からピッと。おそらくさっきのと多分真逆ですよね。真逆ですね。最強は甘口だったから。辛い鍋っていう辛さじゃなくて、あのピリッとする。ピリッとするぐらいの辛さ。麺は一緒ですもんね。麺は一緒です。いただきます。伸びないのに新規麺っていうのを使ってますね。これ麺が粒子系なのにしっかりスープに絡まるなと思います。ああ、すごいですね。見てて、俺しなそばの味結構しちゃうわ。汗だくなんだけど。なるよね。なりますね。いい汗かきますよね。かいちゃってますね。ということで、鈴木、品そば行きたいと思います。こんな感じですね。失礼します。こちら、うまみとろせん。ありがとうございます。わー、うめー。あの、難しい感じ。マジで毎日食えるやつですね、これ。あー、そう、本当に品そばって感じ。あー、うん、ラーメンっつうか品そば。うまい。あ、よかった。うまい。あの、僕、あの、こういうこの品そば的な中華そば、最近だと一番美味しいと思ったのトッシャのところの中華そばなんですよ。それと同じぐらい美味しいです。いや、本当にあの、傾向全く一緒っすよね、これね。そうですね。トッシャのところ、うん、全く一緒。超うまい。うちも昔ながらの町中華。これ好きな人めっちゃ多いと思います、多分。町中華最高だよね。で、ここで裏メニューですね。こちら、何でしょう。麻婆豆腐をお願いしますって言ったら、豆腐がなかったんでね。岩上さんが、豆腐ないよって言われて作ってもらった。おぉ、丼になってるんですね。はい、いいです。まあ、どうですか。で、下に卵豆腐が、下に、はい、豆腐が、卵入ってますか。卵、卵豆腐、卵豆腐ならすぐ作れるんです。いただきますね。どうです。これはメニューにしなきゃダメだと思う。あれうまいっすね。まかないじゃない。あれうまいっす。だって、まかないって時間気にせず作れるから。あー、多分だけど、これみんなめっちゃ好きだと思う。甘みと辛みがちゃんとある。で、結構辛い。うん、ちょっと辛いです。うわーって後から来る。でも入るよ、甘口なのに。これ超うまいぜ。これ絶対食べて。いや、今のところ味噌人さんで働かないとまかない食べられますよね。まかないメニュー、かなり限定メニューですね。はい、働いてください。働いてください。はい、サムライイーティング見ましたね。出てこないんですけど。僕、2杯目も完食しました。お母さん、すごいね。早っ。はい。
僕もです。やめ完食ケロすごい美味しい。マーボー行こう。うまい。うまいっしょ。この細かく刻まれてる野菜のアクセントがめっちゃいいっす。シャキシャキ。麦ご飯だけ置いてもらっていいですか。うん、すいません。卵かけご飯でいっぱいでした。あでもなんか味噌ラーメンめっちゃうまかったな。もう一回食べる。マクさんがね、いいんだったら、まだ食べてない。全然。簡単味噌の方法中味噌。ポジティブに簡単味噌飲んでください。簡単味噌飲んで。ポジティブ多めで。はい。ありがとうございます。ネガティブ禁止ですからね。今がいっぱいとかマジ常にだから。うん。お胃袋は宇宙だ。これね。今日全部食べた。はい。ベロ。いや、割とすぐなくなるもんすね。いや、あれずるっと言うじゃん。陳列された時はやばいと思ったんですけどね。今日もうこれ撮影終わりっすもんね。もう終わり終わり、はい、終わりっすよ。もう終わり。あとはあのパチンコ行って、あのなんか適当に打って帰るだけ。大丈夫。よかった。あと2人ぐらい呼びません。ちょガーティーさん電話します。うん、ガーティーさん、ワンチャン、ワンチャンマジで来てくれると思うよ。遊び場さんぐらいなら来てくれると思う。時間帯的にワンちゃんワンちゃん。ありがとうございます。簡単味噌をよく混ぜてほしい。簡単味噌をよく混ぜてほしい。なんか、サバみたいな泡の違う。はい。お、高級じゃないですか。わざと泡と泡を立たせてクリビーな感じ。で、一見白いのと思うんですけど、この筋肉を混ぜてもらうとずっと簡単に最初そのまま混ぜてもらえればごまの風味だけで楽しめる。不思議のいいですか。あと麻油が少しできる。いただきます。最初混ぜないで泡の20年前から来てます。20年。おお、はい、ん20年変わんないです。そうですね、変わらず。なんかコクのあるごまの酢って感じなんだけど、ちょっとね酸味がある。酸味っぽいのが、はい、ありますよね。酸味あります。ありますよね。はい、入れてます。酸味入れます。でもあの結構爽やかです。濃厚かつ爽やかって感じで、泡だからね香りが立ちやすいっていうか、こう香りだから何に抜けてくるのかと。うん、最初これだけでいってみるわ。香りすごい。香りすごいね。これこれだけでもう全然うまいんだけど。ちょっとじゃあ混ぜて。うまいっす。混ぜて、結構さらにます。結構ドカンす。結構ドカン。結構ドカン。はい、それなんでひき肉食べやすいように穴開けれるように。あ、シャリね、ありますよね。はい、すげえ、だいぶ色が変わりましたね。そうすると一気に簡単風に色が変わってます。確かに。あ、すごい。目で楽しみますね。ね、すげえな、これ一般的な簡単で、周りにラー油をパーッとかけたら面白くないんで。違いますね。ひき肉にラー油をもう練り込んで作っちゃう。ああ、こんな感じになります。すると混ぜる。全然違う。うん、全く混ぜる。あ、360度変わります。全然違う。あ、でもね、どっちも美味しい。混ぜる前と混ぜた後。これ多分どっちも好きだわ。これこの酸味癖になりますね。そうっすね。今までにないです、もうこういう担々。酸味があるないで全然変わると思うんで。食べたことないと思います、こういう担々多分。もういっぱい、もういっぱいってスープ飲んでいくとあらなくなっちゃう。新しいわこれ。これ本当新しいわ、この担々は。ごちそうした。ありがとうございます。おいしかったです。ありがとうございます。ごちそうした。いやー、いやー、すごい。もうちょうどいいっすね。うん、ちょうどいい。ちょうどいい。すごく、お腹いっぱいで終わりたい。シンプルにちょうどいい。トッシャーが帰るって言うんだったらね。いやいやいや、まあね、単に、単にです。トッシャーが帰るっていうのは、それは帰るよね、俺ら。しょうがない。悪い大人にはなりたくないね、ヤギさん。はい、はい、行きます。トッシャーが行きたい時、まだ連れてあげれるよっていうのであれば、我々ももちろんお願いします。先輩行きたい。じゃあ行きましょう。じゃあ次は、すいません。
お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。トマトが3つ、豚が1個ですか。あれ豚味噌もある。味噌もあります。トマト3つ、さっき味噌食べたんで。あ、食べました。ポンテスバも美味しいんだよね。中華そばもうまいんだけど、まあ今日はとりあえずこの辺にしといて。まずトマトを食べてもらわないと。まずトマト、まずトマト、はい、食べましょう。こんなはずでは。はい、というわけで2軒目の勝浦八千代店さんにやってまいりました。ということで、ここからはですね、店主のオーナーの野村さんではなくですね、こちらとあるこの勝龍さんと田園さんという、これ何農園さんでしたっけ。機械農園でしたっけ。植物工場です。植物工場をやられてるこちら代表の自己紹介をお願いします。絶対野村さんだ。名前と申します。名前さん、名前です。名前さんでございます。お願いします。名前さんがやられてる、はい、機械農業、植物工場のお野菜を使った勝浦さんの期間限定のメニューを我々今回いただくということでございます。今回対応しようんですけれども、ね、こちら入ってるお野菜のご説明を軽くしていただきたくて。そうですね。こちらが、まあ、こっちはちょっと工場じゃないんですけど、はい、トマトの方で。これは工場じゃないですか。すみません、工場じゃないです。これじゃないです。裏で作ってるトマトで、はいはい、まあ、ちょっとまあ甘み、水分を制限して甘さをちょっと高めにして、いわゆるあの植物をいじめて甘くする、そうですね、生命力を高めるってね、はい、それとバジルとこちらの野菜の盛り合わせは植物工場で、はい、お電気と水だけで。これは何ですか。ベビーリーフ的な。そうですね、レタスですね。レタスとビーツが入ってます。お前間違いなかったみたいな。クスクスいらないんだよ。二度目東京とか。もうダモタオみたいな。ダモタオみたいな。すいません、ごめんなさい。こちら電気と水だけで、はい、電気と水、はい、LED の光で水のだけで照明をね、照明を当てて、はいはいはい、まあ、昼夜、まあ、朝夜かを、まあ、そういうふうに思わせて、はい、作っています。ではちなみに、はい、あと大丈夫です。はい、これどういうメニューになるんですか。これはこっちトマトの混ぜそばっていう形で。なるほど、はい、こちらってでもイタリアンっぽいね。そうですね、斬新なちょっと、ね、こちらのね、豚骨のイメージ。魚介でもそうですよね。まず、それにイタリアの風が吹いた感じだ。はい、そうですね。これ、名前さんとコラボするとこうなっちゃうんです。へ、ね、じゃあ、ありがたいことに、美味しく。じゃあ、早速いただいちゃいます。いいですか。じゃあ、いただいちゃいますか。あ、すみません、ありがとうございます。じゃあ、食べますか。はい、いただきます。いただきます。豪快にね、食べてください。これもグワって、お、結構いい感じで、こんな感じですね。ね、匂いがもうね、イタリアンですよ。いただきます、ね、サンコラボ。うまっ。美味しいでしょ。多分これ味の調子したらトマトだと思うんですけど、めちゃくちゃいい仕事してる。このね、豚骨ベースのコクのあるスープにこの酸味と、あと甘みがやっぱすごい、すっごい効いてて、でもめちゃくちゃ合うのよ。豚骨と喧嘩するかと思ったけど、喧嘩するどころかもう手つないでるの。うーん、食レポうまかったですよ。なんか出てくるね。あの、なんて言ったらいいんだろう、パスタってわけじゃないんだけど、ちょっとそっちの感じもしますよね。ちょっと変わってる味ですよね。なんかつけ麺屋さんが作ったパスタみたいな感じっていうか、なんかとにかくトマトが出てて美味しいです。夏にぴったり、ほんと酸味と甘みが両方感じられる、素晴らしい。あ、玉ねぎの食感もいいですね。サクサクしてて、これはもうあれですね、美味しいだけじゃなくて食べて楽しいです。どういうの。でもすごい良かったんですけど、途中ちょっと一回噛んじゃったところがあるんで、もう一個あるんでせっかくなのでもう一回取り直してると思うんで、はい、そりゃそうだよ、そりゃそうだよ。全然、はい、取り直してるんで。じゃあこれ一回ちょっと食べちゃいますね。いただきますね。美味しいでしょ。いただきます。この旬の野菜、夏なら火災系、トマトだとかナスだとかキュウリだとか、
こういうのやっぱこうやって感じられるのがいいですね。リゾットみたいに。例えばこういうイメージって感じですかね。これが美味しいですね。そう。これは美味しい。期間限定で。で、うまっ僕が一番ですからね。うーん、すごい。4月。ワンちゃん米の方が合うかもしれない。でもぶっちゃけぶっちゃけ。それぐらいうまい。リゾットみたいな感じ。ねえ。美味しいでしょ。これもうぜひ召し上がってみてください。めちゃくちゃ美味しいです。完全にこれトマトリゾット。2週間ぐらいやるんですか。うん、もうやらない。えもう終わっちゃったんですよ。そっちトマト1回終わっちゃったんで、1作目が、うん、次 10月ぐらいなんです。10月面白すぎるよ。まだ決まってないですって。そうですね。こんだけ全力で終わりに。そうですね。俺大丈夫だなと思ってる。はい、めっちゃ面白い。だから打ち合わせしないだよ。じゃあ僕から自己紹介します。フードファイターマックス鈴木です。はい、カズリー境店八千代店オーナーの野村です。レーン名前です。よろしくお願いします。というわけで本日ありがとうございます、はい、本日こちらもカズリーさんと田園さんのコラボのメニューがあるということで聞きつけたんですけど、これ何ですか。これはこの田園ファーム、まあ、自分の後輩なんですけど、はい、が作ってる野菜をうちに持ってきてもらって、はい、それをこう自分がこう混ぜそばにこう調理して、はい、ほう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 、要はカツリといえばまあ豚骨とか煮干しなんですけど、はい、まあ、要は豚骨とこの野菜を合わせた混ぜそばって感じですね。待って、なんかトリガーができそうなんでカメラマンいないぞ、トイレに。トイレ出て、こいついつも感じた時に見てるから、寿司感じた時にいないですよ。とりあえずなんか撮っとこうと思って。ほぐしつけ麺です。これおばあちゃんです。あ、おばあさん、ほぐしつけ麺です。おいしいよ、おばあさん。おばあさん、お待たせしました。オクラ味噌つけ麺。オクラ味噌つけ麺ですね。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。失礼します。お待たせしました。豚そばになります、ね。待てないですよ。待てないですか。そうですか。大盛りですか。あれ、あそこに4人目の席が用意されてるってことでいいんですか。並び的にはガディ。ガディ。ガディ。じゃあ、行きましょう。行きましょう。麺すごいっすね。すごいよ。割り箸混ぜるから。確かに、本当に。いただきます。茨城で一番食べられてるんですけど、あ、そうですね。あ、そうなんですね。すいません。すいません。うん、うん、お世話になったの。お世話になったの。お世話になったの。勝弘さん、こうやっていろんなメニューあるじゃないですか。これは多分メインの、はい、ほぐし、はい、つけの、つけ系の、これが大辛、はい、で、これが豚、豚そば、二郎系なんていうか、はい、これ、あれなんですか、どれが始まりっていうか、一番こうメインというか、一番目は それじゃない、それですね、豚の方とか、はい、つけ麺から、こう、お客さんの好みだったり、言われたこと、味噌食べたいとか、なんかこういったの食べたいとかって言われたのに、こんだけ派生してって、あ、うちだけですよね、多分こんだけつけ麺の種類とか、あの、他ないっすね、酒井とうちだけですね、あの、さっきちょっと、気になったワードが我々の中で出たんですけど、はい、あの勝弘さんと田園さんのコラボのトマト混ぜそばみたいなのあるんですか、はいはいはい、これあの、なんかもう終わってるみたいな話が、ちょっと終わってる、そうそう、一回終わって、なんかマックスさんが動画上げてくれたタイミングで、あ、もう一回じゃトマト取れるから取れるんだよね。なんかね、名前の話じゃねえ、10月って言ってたは。マックスさん、マックスさん、ちょっとギリ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 、これ面白い、面白い。いやいや、トマト10月まで取れないんですよね。じゃあ最後7月いっぱいで終わっちゃうんですよ。でもマックさん来るからそれ最後合わせて取っとくと、次が4月とか10月ぐらい、8月から植え始めるから10月に植えてくださって、それを聞いて、あれ、さっきのオープニング何だったんだってなったんですよ。トマトもうね、今なくなりました。今日持ってきたら最後に言ったじゃないですか。
一番最高持ちだと思う。最高持ちでしたね。あ、もう一回だ。大丈夫、大丈夫。俺、販売されないメニューを3つ食べる可能性があるから、一番面白くない。一番最高じゃない。10月に、まあ、トマト植えていただくんで、ね、店員さんの方では10月もう一回来ていいですか。もう一回来ていいですか。もう一回来ていいですか。もう一回。10月の告知していただくってことでもう全然。そうそう、10月告知でした。それではちょっと申し訳ないんで、通常のグランドフジもいただこうと。ありがとうございます。美味しくいただきます。ありがとうございます。せっかくのお店で僕もこれ食べていいですか。いらっしゃる前で、せっかくなんで、ちょっと辛いっすよ、まず。辛い苦手って聞いて。あ、でもね、最近ちょっと食べれるんで。ほんとですか。じゃ、まず麺から僕いただきますね。これめちゃくちゃおすすめっすよ、麺から。うん、おいしい。もうこれだけで味がしっかりある。おいしいの、ほんとに。ほんとですか。うん、食べ応えもあるし、ありがとうございます。麺の甘みがすごいですね。いい小麦を、これ見てこの濃度。これ沈まないですね。沈まないです。スッっていくでしょ、普通は。濃度があるから。大丈夫、ありました。大辛、じゃあ、大辛味噌です。大辛味噌、少し使いすぎて、少し使いすぎて。冷凍のとこに4時間も閉じ込めた。めっちゃうまい。魚介豚骨の濃厚な味があるんだけど、はい、そこに辛み加わって、そうそう、このバランスがすっごくちょうどいい。なんか辛すぎないじゃん。そう、正直そんな辛くないですよ。そこまで激辛みたいにならないし、いい辛みです。うまい辛さっていうか、で、辛さはなんか脇役までいかないけど、やっぱりこの魚介が入ってた甘みが、うん、めっちゃ美味しいっすね。あ、そうっす。もうこれはもう自分が辛いの苦手なんで、自分が食べれる辛さにした結果、バランス、これね、麺の旨みもすごい分かりますよ、甘みが。これ辛いから。あ、これ本当に美味しいっすね。めちゃくちゃ人気です、女性とか。これそうっすよね、はい、正直そこまで見た目の色ほど辛くないっす、これ。よかったっす。めっちゃうまい。じゃあトシさん、ちょっと豚、トシさん、豚そばの、トシさん、豚そばの見たいっすか。めっちゃ面倒。今からトシさんが召し上がられるのが豚、はい、豚そば、豚そば醤油、豚そば醤油ですね。いただきました。うん、美味しいね。ダメですじゃん。動けない。動けない。休んだ。うちに何回もあるんですか。何回もあるんですか。3倍、2倍と。ラーメンだけだと何倍だろう。全部ですもんね。7倍くらいですね。5、6、7。スーパーにできなくて本当ごめんなさい。全然、さすがチャンピオン。すごいわ。大チャンピオン。ちょっと一回、水持ってますね、今。はい。そうなんだよ。遊びかけて回避しないのか。これ頑張んなきゃな、ここから。本当にうまいよね。美味しいんですよ。お腹減ってて食べたかった。俺お腹減ってますよ。減ってますよね。当たり前じゃん。そうですよ。取るぞ。取るぞ。取るぞですね、お母さん。いや、うまい。うますぎる。美味しいでしょ。美味しいし。もちろんじゃないですか、みんな。ケース食えるか。ケースすごいじゃん、お前。まあ、そろそろスクリューパイアドライバー出そうだな。うわ、すげえ。ゆっくり行きますか。ケンスケ、ちょっと休んだ方がいいよ。動けねえだろ。はい。はい、帰ってください。マクさん、どっち聞こえたと？一旦これやります。一旦これやって、
で僕なんかしょっぱいの食べますよ。スペシャルバーガーでお願いします。スペシャルバーガーサムライイーティングバージョンのね超スペシャルバーガーでお願いしますそういうことか。超スペシャルで、はい。あれ日本刀ここにある。さすがサムライ。マジでマジでギリだったらライブで、あと、はい、もうそれでお願いします。超サムライスペシャルバーガーでお願いします。食らい尽くせ。うわ、食べきましたよ。おぉ、普通にめちゃめちゃうまそうっす。じゃあ行ってもらいましょうか。いただきます。いただきてください。これどうやって食べるのが正解なんですか。これはあれなんですか。あー、いや、わかるよこれ難しいタレントなんですよ。あれごめんなさいね。これちょっとほら、いろいろ頑張らなきゃいけないっていうプレッシャーで気が立ってるの。わかるよ。怒ってるわけじゃないんですよ。わかるよ。バイブスが今。さすがにこれ使うのわかるよ。どういう人ですか。どういう人ですか。結構入れる人にかかっていく人がお上品。あ、切る。こう。あ、これで。そうです。これでもスペシャルバージョンだとガブッといけないですよね。うん、行きづらい。行くはある。お、いた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 。バンズ。パンだけ。パンだけ。どうですか、パン。思ってたよりサクサク系ですね、これ。あ、いいっすね。うん。おおおおお。いや、痛まだ。痛。ベーコンが。ベーコンエッグ。ベーコンエッグボーンがありますと。今のところ朝ごはんですよね。パンとそうですね。トマトとベーコンエッグで朝ごはん。逆じゃないですか。足やってる。右利きでしょ、うん、右利きなら右ナイフ。うわっ、玉ねぎ。グリルドオニオンですね。普通にうまいっす。これバーベキューソースですか。おぉ、割と王道な。はい、あ、待って、取れました。これチーズも入ってます。ステーキ。あ、じゃあ結構肉肉しい感じのパテなんですね。ああ、とろけるとね、やっぱり。待ってください。カメラマンがものすごい悪名してたんですよ本当にびっくりしました今本当に。檻の中の寝る前のゴリラみたいな本当にお前にとって俺の絵はリマットの話。いや、本番中あんなあくびする人間世の中にいるんだってぐらいの。あ、なんか出ましたよ。決まったです。ありがとうございます。そうなんですよ。僕、何も言わなくてもメロンソースって言ったらこのサイトが出てきますから。じゃあいただきます。ああ、裏切らないね。でもこの量のメロンソース飲むのはちょっとあれですよね。少年の夢ですよね。絵面的に映えてるでしょ。映えてますね。絶対映えてる。そんな映えてるものを映えてるように撮れないカメラマンもいるんで大丈夫大丈夫。大あくびしたぐらいなんでね、本番中でね演者がね、ひっしょひっしょいてね、食べてる時にこれさ、普通に持っても映えるんじゃない、こうやって映えるでしょ。映えますね。すごいこれ、いいよ、すげえ。あなたは何食べるんですか。このまあ、こっちの方の 1.6 キロ制限時間25分で、難度高いよ、3500円だよっていうのもあるんですけど、そのさらに上の3200g、制限時間50分。カバザエルのマスだお前めっちゃウケてんじゃねえかよお前お前侍手が面白いっすね。すごく面白い。すごく楽しいっすよ正直。ちなみに目標タイムは、目標タイムは一応こちらは今掲示されているガジェさんっていう、まあ、大食いの僕のね、はい、あの友達でもありますけど、12分32秒っていうのが記録とのことでしたので、はい、目標は10分以内じゃあを目指していきたいと思います。はい、承知しました。ご報告程度にハンバーガー食べ終わりました。お、完食でございます。めちゃめちゃ美味しかったです。じゃあこれ連続食べしてて僕ちょっと食べきれる自信なかったですけど、普通に食べきれました。あ、すげえぞ。ありがとうございます。はいこれは多分やばいな。じゃあ本日最後のイーティングですね。はい、It's OK です。先行きます。いただきます。じゃあ
カウントダウンお願いしますか。はい、行きます。3、2、1、スタート。
これやばいっすね。これはみんなやばいってのが分かるわ。これはやばい。そもそも使い方が癖やな。すごい。これあのこのモーションがやっぱきつかった。水をここ行かなきゃいけないのか、こう行けないっていうのが、そうここはさ直にしてたいだよ、はい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 、こうやらないといけないっていうモーションがこう入ってきてすっごいきつかったから、これやってこうだったら、はい、多分もうちょっと違ったかもしれない。でもよかったですよ、ありがとうございました。よっしゃー、というわけで、はい、もうこんな時間ですね。時刻はもう10時半です、7時間近くですね。7時間近く、ありがとうございました。茨城満喫ツアーですね。まだまだですよ、もうみんなお腹パンパンで、もう本当にもうみんな前かがみになっちゃってね。今日は本当に一日ありがとうございました。これだけもう美味しくねお腹いっぱいできたっていうのも、もう一重にガンテンさん、はい、おっしゃん、橋本さん、いやどんどんここ初めてする茨城県、特にも憧れし、勇気もありましたけど、皆様のおかげですので、はい、改めましてありがとうございます。ありがとうございます。私仕事になっちゃうんですけれど、はい、今回久々にね、昔の侍っぽいなっていうふうにちょっと小川と話したりもしたんですけれど、すごいそういう感じでリラックスして楽しむことができました。私も楽しかったです。ありがとうございます。いかがでしたか？いや、今日楽しかったですね。いや、久々になんか笑いましたね。丸一日。いい動画になりそうですね。そうですね。ちょっとうまいこと編集していただいて、はい、よろしくお願いします。皆様楽しんでいただける内容に。願っております。そしたら最後になりますが、いかがでしたでしょうか。ありがとうございます。今日はありがとうございます。みそじんさん、岩上さん、勝つりゅうさん、野村さん、あさみなさん、じゅんさん、みどとちゃん、万歳。ありがとうございました。さようなら。結構得意かなとは思ってるので。